はい、じゃあ今からスタートします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はあれですね、フランス語のシャドーイングをちょっとこう、まあ、シャドーイングだとリテンション、僕が通訳学校でやらされたやつを、まあ、やってるんですけれど、はい、そう、あ、なんていうのかな、なんでこれやろうかと思ったかっていうと、まあ、今ちょうどそしてね、千鶴子さんがやっぱりそうなんだと思った質問をしてくれたんですけれど、なんかシャドーイングとかリテンションみたいな通訳訓練法、また音読もそうなんですけれど、なんて言うんだろう、教材っていらないんですよね。要するになんか適当なものを、なんていうの、だから音声があったらそれをシャドーイングっていう訓練方法でやるだけだから。ああ、なるほど。だからシャドーイングって訓練方法のことなんですよね。だから音声とテキストさえあったら何でもできるんですよ。特別なやつっていらないんだけれど、例えばだったら普通研の過去問を使ってやっていくっていうこと。ああ、何でもシャドーイングの訓練をする材料になりうるということですね。そう、そうですね。まあ、もちろんだからちょっとそういうところも話そうと思ったんですけれど、レベル的にはやっぱり、まあ、簡単な方がいいと。レベル高すぎるとやっぱ辛いんで、シャドーイングをするんだったらあんまりレベル高くなくて、まあ、レベル低めのやつの方がどっちかっていうといいですよね。で、あとは、まあ、そのやり方も何個かあるけれど、今日はそのもう本当に音声を最初からやるやつ、なんかどういうことかっていうと、はい、こうなんか読解みたいなことをちゃんとした後に、その後に、なんていうの、こう確認的にやるのをコンテンツシャドーイングって呼ぶんですよね。まあ、そういうのもあるけれど、逆になんていうの、全然聞いたことないやつ。はい、まあ、正確にはその水口さんのでちょっとやったことあるやつを使おうかなと思ってれば、別に聞いたことなくないんだけれど、まあ、でも初見とかそういう、まあ、あとなんていうの、結構間が空いてるやつを使ってやるのを、なんだっけ、忘れちゃった、コンテンツシャドウイングと、もう一個、あ、なんていうの、プロソディシャドウイングだったかな、なんかそういうふうな形で、要するにそのもう、最初に読解の訓練してからやるやつと、そうじゃなくても一番最初に本当に音声をシャドウイングしていくやつってちょっと違うんですよね。そのまあ2つがあって、今日のはで、まあ一応よく言われるのは、その門田先生って人が言ってるのは、そのコンテンツシャドーイングってやつよりはやっぱりその聞いたことない初見のやつをやった方が、まあ学習効果っていうのは高いんじゃないかってことは言ってると。まあで、実際やっぱりなんていうのかな、発音の練習とかにもいいかなと思うので、まあそういうのやっていくって感じですかね。はい、そう、まあイメージとしては、まあ、やってみると分かるんですけど、めちゃくちゃ地味な訓練なんですよね、シャドーイングって。だからなんかちょっとしかやらないんですけど、ちょっとっていうか、まあ、10分ぐらいでいいと思うんですよ。なんでかっていうと、多分動画見ててみんなめちゃくちゃつまんねえな。ですよね。本当に。まあでも、まあ、どんな感じでやってるかっていうのが分かればいいかなってものでやっていきます。まあね、今回使うのは普通研の公式のページに、なんていうのかな、過去問が載ってるんですね。はい、で、まあ、それを使ってやっていくので、皆様もそれを見ながらやっていったりするのはできますよと。はい、あ、ちょっと待ってください、僕ので今それを用意するんで。はい、私は何も見ないってことですね。そうですね。はい、まあ、で、後でなんだ、僕の方でその見てほしい時は、あれを送るんで、ページを、はい、あれなしで OK と。まあ、そう、もうやって、だちなみになんかあれなんですよね。英検とかだと、多分ほら、でも英検も売ってるけれどな。英検はなんか、オープン社が売ってるけれど、全部過去問公開されてるけど、普通検はね、なんか2011年度しか公開されてないんですよね。え、どういうことですか？え、なんかだから、英検って、そのホームページ上に過去問が全部掲載されてるんですよ。うん。全部じゃないか、3年、3回分かな。でもだから、その例えば、なんだ、この前やったやつ、もう一個その前みたいな感じで、いつも3個分は過去問が掲載されるんですよね、最新のやつが。うん、で、古くなったやつがどんどん消えていくんですけれど、はい、なんだっけ、普通研はなんか全然変わらないんですよ。2011年のやつが過去問としてこう、なんていうの、公開されてるみたい。新しくならないってことですね。そうですね。なるほど。問題集で売ってるけれどもってことですね。ホームページ上。買えってことなんでしょうね。うん、そうですね。うん、じゃあ、いきますね。これもうやってると思うけど、まあ、一応聞いてみましょう。あ、で、今の、まずが今からやるのは、これはもう本当普通に、なんていうの、
聞くだけ。だシャドーイングっていきなりやるんじゃなくて、やっぱ2、3回、まあ、2回ぐらいかな。レベル的には聞いてから、口出さないで聞いてから、そのあとシャドーイングやっていくっていうのがいいって感じですね。じゃあ行きます。Dalia, notre petite fille de 4 ans, est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous. Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin, elle a demandé à son grand-père pourquoi les oiseaux volent. Mon mari lui a répondu qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi, elle m'a dit « parce que c'est gratuit ». 多分これあれですよね。一回やってますよね。はい。まあ、じゃあもう一回やって。Dalia, notre petite fille de 4 ans, est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous.Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin, elle a demandé à son grand-père pourquoi les oiseaux volent. Mon mari lui a répondu qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi, elle m'a dit.Parce que c'est gratuit. ね、これは多分2級の、まあ、多分ってかあれなんですけど、2級のディクテ の, あの問題の普通のスピードなんですよね。はい。で、まあ、だからそんなに速くないし、まあ、なんていうの、普通検って実際、あんまっていうか、なんか、全然速くないから、まあそういう、なんていうのかな、ちょっとリスニング力を鍛えるっていうのはきつい気がするんですよね。きついっていうのは不十分ってことですか？うん、そうですね。だってこんな風に話す人いないじゃないですか。こんなゆっくり喋ってくれませんね。そうですね。まあ単純にね、YouTube でそういうルモンドとか、もう多分一番やっぱりルモンドみたいな NHK なんていうのニュース系が一番ゆっくり喋ってると思うんですけれど、YouTuber とかに比べて、はい。でもやっぱりこれに比べると全然早いですよね。そうですね。うん。まあでも。だからやっぱり、なんていうかな、リスニング力アップに関して、こういうのでシャドーイングっていうのはシャドーイングするかできるようになるかっていうと、それはないと思うんですけれど、まあでも、またもともとのレベルが低い人とか、あとは、なんていうのかな、まあ、スピーキング力アップはいいのかなと思ってて。うん。発音とかですよね。じゃあ、ちょっとこれ、シャドーイング。まあ、で、これを、で、シャドーイングやるときのコツっていうのは、まあ、大体1単語か2単語聞こえたらそれに遅れてやっていくみたいな感じ。すぐやるんじゃなくて、あ、違う違う、逆だ。間を置いちゃう人がいるんですけれど、そんなに間置かない方がやりやすいんで。聞こえてきたら、まあ、すぐやっていくみたいな感じ。多分、分かってないかもしれませんね、私。どういうことですか？なんとなく今イメージしてるので、どのぐらいのこう遅れでついていくのか。じゃあ僕がやってみたらいいのか。これ両方聞くのか。ちょっとやってみましょう。ダリア、notre petite fille de 4 ans, est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous. Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin,Elle a demandé à son grand-père pourquoi les oiseaux volent. Mon mari lui a répondu qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi, elle m'a dit parce que c'est gratuit. 大体だからあれでしょ、1単語か2単語ぐらい遅れてるぐらいの感じじゃないですかね。一文終わって待つんじゃないってことですね。あ、それはなんか、なんていうのかな、名前はちょっといろいろあるけれど、僕の場合はリテンションって呼んでて、それなんていうの、例えば、こうやつ。Dalia, notre petite fille de 4 ans。まあ全部やってると大変だから、今、例えば途中で今みたいに聞いて、Dalia, notre petite fille de 4 ans。est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous.Est arrivé ce matin pour passer ses vacances avec nous みたいな感じで切っていくの切ってって、それで一文覚えておくのが、
リテンションって言い方するんですよね。で最初のみたいにかぶしてかぶしてザーッとついていくのが、シャドウイング。そう だからそのなんていうのか、まあ僕はそのネーミングが分かりやすいのか分かんないけれど、あの影みたいに後ろからついていくみたいな。ああなるほど、うん。っていう話をまあ一応そういう言い方をしますよね。はい。うん、そんな感じかな。でこれって僕がなんていうのやってる時ってこの音声とこのなんて普通犬の音声と僕のこの普通の言葉両方聞こえたってことですか？はい、聞こえました。あ、OK ですね。なんかあのパソコンの設定によっては聞こえない人がいるから、じゃあ OK ですね。じゃあ僕の方で流していくんで、これでそっちであの千鶴子さんの方で読んでみてください。じゃあ、はい。はい。Dalia, notre petite fille de 4 ans, est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous.Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin, elle a demandé à son grand-père pourquoi les oiseaux volent. Mon mari lui a répondu qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi, elle m'a dit.Parce que c'est gratuit. Gratuit. あれかもしれないです。僕の方だと、なんか、あの、こうなんていうの、ほら、双方向出ないから、もしかすると僕、多分そっちには聞こえてるんだと思うんですけれど、はい、僕の方だとあれかもしれないですね。その千鶴子さんの音声は聞こえないかもしれないですね、これ流してると。そうなんや、私には両方聞こ、あの、先生の時にも両方聞こえましたし、自分だから、あれなんですよ、僕のから流してると、うん、なんていうの、僕のから流してると両方聞こえるんだけれど、多分あの僕のから流れてるときに千鶴子さんの聞こえないような設定になってるんじゃないですかね。はあ、なるほど。そうそう。まあまあでもいいや。あのもう2、3回やってみて、で今度じゃあまあもう1回やってるんでね。あの、はい、今回のはそのまあそのであともともとね普通犬準1級持ってるから、まあ、そこまで難しくないと思うんで、まあやり方をとりあえず見せるって感じもあるから、まあ3回、はい、あと3回ぐらいやってでちょっとリテンションに入ってみましょう。じゃあ行きます。はい。ダリア。Notre petite fille de 4 ans est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous. Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin, elle a demandé à son grand-père pourquoi les oiseaux volent. Mon mari lui a répondu qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi, elle m'a dit parce que c'est gratuit. Gratuit. Dalia, notre petite fille de 4 ans, est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous.Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin, elle a demandé à son grand-père pourquoi les oiseaux volent. Mon mari lui a répondu qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi, elle m'a dit.Parce que c'est gratuit. うん、ちょっとじゃああれですね、はい、これでやっていく感じで、まあだから今のがシャドウイングってやつで、まあそれはそれでこうなんていうのかな、あのこう訓練にはなるんですけれど、まあなんていうんだろう、あのだから今のだとどっちかっていうとこう音をマスターするみたいな訓練なんですよね。で逆にでもほら構文とかってそんな考えなくてもよくなっちゃうから。公文とかの訓練をするときっていうのは、まあ、そういうシャドーイングじゃなくてリテンションの方がいいんだみたいなことはやれるんですよね。じゃあやってみましょう。Dalia, notre petite fille de 4 ans、はい、Dalia, notre petite fille de 4 ans est arrivée ce matin est arrivée ce matin pour passer ses vacances avec nous pour passer ses vacances avec nous.Elle est charmante et très curieuse.
Elle est charmante et très curieuse. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Elle n'arrête pas de nous poser des questions. Ce matin, elle a demandé à son grand-père. Ce matin, elle a demandé à son grand-père. Pourquoi les oiseaux volent? Pourquoi les oiseaux volent? Mon mari lui a répondu. Mon mari lui a répondu. Qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Qu'il n'aime pas payer les billets d'avion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle demande toujours pourquoi. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a demandé toujours pourquoi. Quand je lui ai demandé. Quand je lui ai demandé. Pourquoi elle demande toujours pourquoi. Pourquoi elle demande toujours pourquoi. Elle m'a dit. Elle m'a parce dit. Parce que c'est gratuit. Parce que c'est gratuit. まああの多分こうさっきも話した通りこれねあの一回やってるから簡単なんであのもうちょい多分普通は詰まると思うんで、まあ、そうですね初見だとしんどいと思います。あのまあでも一応ちょっとこうなんていうのニュアンス的にこうやるんですよみたいな話、うんうん、かぶせるのと後から言う。そうですね。そうで別にそれは特殊な教材いらなくて今みたいにまあ、なんていうのか、だから別に何でもいいってことですよね、逆に言えば。うんうん、ぶつけに限らず、はい。そうそう、要するに音源とテキストさえあれば、だから逆に言うと、もっとこう、なんていうの、難しくてもいいってわけですよ。別になんか、例えば、その、ルモンドとかあって、そういうのを使ってやっていくこともできるってことですよね、YouTube で。だし、あとなんか、例えば、文法書とかを使って、そういう、シャドウィングとか、ディクテ、あの、なんていうの、リテンションをやっても構わないと。まあ、でもなんかそこの部分っていうので、やり方が、で、あと、まあでもなんていうのかな、あ、そうそう、あと今日はやってないけれど、音読みたいなこともあるってことですよ、音声聞きながら。今の2つはだからテキスト見ないから、どっちかっていうと音をやっぱ聞き取ったりとか、音を操作する能力が高まるけれど、まあでも、これいつもやってるとやっぱかったるいんですよね。いや、だってほら、結構大変だから。まあ退屈、まあ、単調ですしね。うん、だから英検、あ、なんていうの、その音読とかでサクッと割っちゃってもいいかなって感じはしますよね。うんうん、別に、そういうなんていうの、テキスト見ながら音読してやっていくっていうのでも、まあ、やっぱやってない人に比べると発音良くなるか。まあ、もちろんそうは言ってますね。最初で一回発音の訓練、勉強ちゃんとした方がいいと思うけれど、はい。まあ、そんな感じですかね。はい。でも、だからやってみて、なんていうの、まあ、多分こう普通に話してるのよりやっぱ頭使うと思うんですよね。うん、そうですね。うん、構文とかを意識して話さざるを得ないじゃないですか。はい。多分普通になんていうのネイティブの先生と話してると、まあその中身のことは考えるけれど、はい。なんかこの構文の通りに綺麗に話そうとかならないから、うん。そこは逆にこっちの方がいい、なんていうか頭の体操になるのかなって思うんですよね。うん、そんな感じでしょうか。まあ、じゃあ今日はそのくらいにしておきましょう。これをとりあえず一回切りますね。はい。では皆様失礼します。